ているというような環境を整っております。でじゃあサロンの方はっていうと、今現在あの心をやっぱり整えていくっていうことで、豊かさの提案、5つの豊かさということでですね、あの提案させてもらってます。そこではあの心ですね、あの先ほど何度もお伝えしてますけども、心と体はつながっている、精神の状態を豊かにしていこうというところ、で心の豊かさと、あとやはり経済ですよね。もうお金ないとあの大変ですよね、本当に。なんかあの人に頭を下げるとかね、まあ、頭を下げるのは、まあ、あの全然できるんですけども、頭を下げてお金を借りてもそこから返せないと心苦しい思いをしたりとか、あの相手に迷惑をかけてはっていうのがあったので、経済の豊かさは絶対条件だなっていつも思っています。その経済の豊かさ、あとはあの体ですよね。動かないと本当何もやりたいこともできなくなるので、健康であったり、あとは時間です。先ほどマイホームを作るまでって朝早くから働いて夜遅く帰ってきてって、お金は稼ぎましたけれども自由な時間なんか一つもないんですよ。あの、まあ、厳しい話ですけど元旦しか休んだことなかったので、なのでなんかもう時間、豊かさって何だろうっていうところも感じながらの、あの何年間を過ごしていたので、私自身は皆様、まあ、今あの関わっている皆様に対しても時間って大切だよっていうことも伝えております。あともう一つです、こちらにね何人かあの、ね、お金になっている方いらっしゃいますけど、またズームでつながっている方とか、最終的に人間は人だと思うんですよ。人とつながってなんぼだと思っているので、仲間であったり、あのもし楽しいことをやりたいんであれば一人でやるよりはやっぱり仲間がいた方がいいということで、そういう仲間作りということで、サロンの方はあの5つの豊かさの提案、復唱しますけれども、心、経済、時間、健康、仲間、この5つを提案しながらの今はサロン運営をさせていただいております。でそのサロン運営をしながら、笑顔のトレーニングであったり、やっぱり求められるんですよね、うん、コミュニケーションって言った時に皆さ ん, なんかどういうふうに人とあのコミュニケーションを取るのってお話をあのよく、ね、聞かれるんですけど、笑ってないと緊張するんですよ、ね、このさっきのこういうあの上げたり下げたりの状態も言いましたけども、緊張した状態では緊張が相手に伝わりますから、初対面の方とお話をする時もまずは笑ってねっていうところからスタートです。で特にあの男性の経営者の方、あの後ろでね、宮里さん本当にニコニコなお顔マスクつけていてもお目目が笑ってるからすごくよくあのお分かりになるんですけども、あの男性の経営者の方結構真面目にお話を聞かれるとグッてこう眉しまっちゃうんですよね。想像できます。あの真面目ってあの、まあ、日本人は美徳というかね、あのそういう風に捉えますけれども、真面目に聞くと口角下がるんですよ実は。はい、ちょっと書いていきますね。あの私よくこういう、まあ、人間の顔が丸いお顔があるとして、真面目に聞きすぎるとこうなっちゃいますね。眉をくって眉間が締まって、うん、でこの状態 でこの状態作ると自然に口はへの字になるんです。こんな感じになっちゃうんですよね。はい、なので真面目に、まあ、あのもっと進んでいくと怒りになったりしますけど、この状態になっていくと先ほどの初めにやったこの口角のトレーニングと同じで、こう下がった状態を作るとですね、運気下がるんです実は。だって空気下がりましたでしょ、この状態でどんよりしましたでしょ。どんよりした空気の中にはいい流れを持ってくるのは難しいので、真面目もいいんですが、あの可能であればこの眉間も開いた状態がいいです。はい、開いた状態でお口も口角上がった状態がいいんですね。ベストなお顔はこう丸を横振って、で目もクッて笑ってます。笑った状態で口角がクッて上がった状態、皆
宮里さんだって感じ。宮里さんがここにいらっしゃる。はい、こちらですね。ありがとうございます。丸のお顔ですよね。目も下がってこう顔が丸い感じ。でもこちらだと分かりますかね。タン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 。バツのお顔になっちゃう。はい。ご自身の人生を丸でいきたいのか、バツでいきたいのかって考えると、やっぱりこちらでお勉強なさってる皆様、またつながっていらっしゃる皆様は、こちらじゃないですか。そうです。はい。っていうところを考えると、笑顔の大切さっていうところはこういうところからつながっていきます。で、笑顔の力っていうお話なんですが、やっぱりこういう丸のお顔を作っていくと、お人が集まってきます。で、人間を虫に例えてはいけないんですけれども、よくこういう例えをするんですが、夜ですね、暗い中で電球が灯っている明るいところに虫集まりませんか？集まりますね。集まりますよね。人間も同じだと思うんです。今コロナでね、暗いニュースがいっぱい出てますよね。その中で、その世の中のニュースに怯えて暗い顔をしていると人は集まってきませんよね。ということは、単純なお話ですね。皆様が実践なさっている口角が上がった状態、こういう状態を作ってくると経営もうまくいくんです。はい。実際私も、いろんな状況をこういろいろとこう起きておりますけれども、お人と会う時はやっぱり笑うんです。で、笑うのも、もう習慣になっているから、まあ、できるんですけど、やっぱ習慣にしていないと筋肉が動かないんですね。で、トレーニングもやっていきますが、真面目にってやってるとどうしてもこうなっている。つまり筋肉が動かないと運気は上がりにくいよっていうことを分かっていただけると、宮里さんのように感じで、はい、なっていくというような、はい、流れになっております。ですので、ちょっとね、笑顔の、コツっていうことで、今度は実践編ですね。実践で、トレーニングをさせていただきます。本来ならば、紙ベースの、ね、資料をお渡ししていたらよかったんですが、まあ、ズームっていうこともありますので、私の方で読み上げますので、まあ、ちょっと今日ね、こういう資料を持っていて、でこれ読み上げますので、まずお耳で聞かれて、でそれから私、皆さんの前でこう実践しますので、その後3回目で皆さんにトレーニングをしていただこうと思います。で、口角挙筋、お顔の筋肉にはたくさんの筋肉があります。眼輪筋って目の丸い筋肉であったりとか、笑う筋肉、小筋であったりとか、いろんな筋肉があるんですね。その中で今日やっていくのは口角挙筋です。口角をくって上げる筋肉のトレーニングになっていきます。変化をしますけど、笑ってもらっても結構です。はい、はい、読んでいきますね。で、この口角挙筋っていうのは、まあ、女性がお二人いらっしゃいますけど、美容効果が高いんです。はい、このお顔の状態で、これ今ね、年齢不詳の笑顔なんですが、これにですね、ここにこういうほうれい線っていうのを入れるとおばあちゃんになっちゃうんですよ。はい、ほうれい線はない方がいいんですね。これ男性も女性も一緒で、地球というね、私たち地球の上に生きてますから、重力に引っ張られますから、どうしてもお顔の筋肉も下がってしまいます。それをこうグーッと上げるっていうところを、ね、実践でやっていきますね。ね、ほうれい線をこう上げるようなイメージでやっていかれたらいいと思うんですが、まず申し上げます。唇を歯で巻き込んで口角を上げます。口元を上げて、で上げた状態でこの唇が1センチ指が入るぐらいですね。
皆様あのマスク取っていただいてもよろしいですか、もしよければはいはい、じゃあ開けていただいて、そこから5秒止めていきます。で5秒で大の字にこう持っていくんですね、はい、こう持っていって大の字にして、そこから5秒停止で、ゆっくり自然な状態で戻すというトレーニングをやっていきます。で私が実践しますので、まずご覧になっていただいて、で口を動かすのでちょっと手でカウントを取っていきますね。はい、では、まず見ていただきます。唇を歯で巻き込んで、この状態見ますね。この状態で指がね、指大体2センチくらいですね。これ結構入るぐらい。はい。この状態、まだ王じゃないんですよ。この状態、口がこうピンって上がってますね。この状態からゆっくり大の字に持っていきます。
ってきたりするぐらいですね、表情が固まってる方がすごく多いので、ぜひこういうトレーニング、とっても簡単なんですよね。難しいことはないので、この鼻の下を伸ばしていくっていうところですかね、ここの筋肉がグッて上がるよっていうところを覚えていかれるとすごくいいかと思います。でそれをやっていくと表情が柔らかくなってくるので、なのでお人との付き合いもスムーズになっていきますね。こういうことを私は求められれば皆様の前でお話をしたりであったりとか、あとはコミュニケーションの方法ですのでね、こういうことをやっていた方がお人との関係性も良くなるよということをお伝えしております。今日は短い時間ではありましたけれども、ご清聴いただきありがとうございました。